それでは深夜 B さんによる写真から考えるワードプレスの過去、現在、未来ということでお話しいただきます。私も深夜さんの写真のファンですので非常に楽しみにしております。深夜さんはテンプル大学ジャパンキャンパスでアート学科の上級准教授を務めていらっしゃいます。写真を描くとした活動としてさまざまなアーティスト、音楽家、ダンサーなどとコラボレーションを行うなどアート分野で幅広く活躍をされていらっしゃいます。本日深夜さんにはワードプレスの新しい編集エディタグーテンベルグの出現により今後画像の取り扱いがどう変わっていくのかを予想していただき、ワードプレスの写真を取り巻く今についてお話しいただきます。それでは深夜さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。よろしくお願いします。乗ってない感じがします。これ結構大きいんですけど、ありがとうございます。持ってやってみましょう。おはようございます。すいません、数あるセッションの中から私のを選んでいただきありがとうございます。私、写真家をやっています。アーティスト活動と写真家も両方やってるんですけども、去年、ワードキャンプ東京の、セッションを、1日見ました。その中で全然写真の話をされてる方がいなくて、なんか写真の話すればいいのに、みんな写真すごいブログとかで使ってるのに全然写真の話がないなと思っていてたので、スピーカーの応募したところを選んでいただきまして、その際ですね、グーテンベルクに、なんかうまくグーテンベルクと絡めてもらえませんかというサジェッションがありまして、絡めました。で、私普段翻訳のコントリビュートをしています。なのでグーテンベルクもベルク皆さんも使われている方いらっしゃると思うんですけども、インターフェースで出てくる日本語の翻訳をしています。10人ぐらいの仲間で全部やってるんですけども、なんで、すごいグーテンベルクがよく知っているので、ちょっと触れます。それと今日実は、私普段大学でこういうふうに、授業をやってるんですけども、スライドを使って私は全然普段喋らないんですね。授業は5年ぐらい前に、スライドを使って授業するのを完全にやめまして、今はもうちょっとなんていうんですかね、ライブこのコンピューターの私のスクリーンを見ながら授業してるんですけど、ワードキャンパーですね、スライドチェックというのが事前にありまして、スライドを作ったりとかするのがあります。で、こう今QR コード出してますけど、私今日の実は原稿、これから喋ること基本的に全部自分のブログにもうアップされています。先ほどアップしましたので、私のセッションを聞いて感動する方はいないと思いますけども、なんか面白い話だったというふうに思われて、もし他の人に読んでもらいたいと思ったら、そこに全部基本的には書いてありますので、今日の内容は、この、あと私のブログの一番上に今あります。さて、ワードプレスの話です。そうですね、私もともと今日は未来の話をしたいなと思ってたんですけども、セッション班 の担当の方から過去もと未来両方話した方がいいんじゃないかというアドバイスをいただきまして、じゃあ過去から話そうかなと。で、ワードプレスの過去ってどうやって話せばいいのかなと思ってて、基本的にワードプレスできてから今15年経ちました。で、基本的にはブログを書くためのツールとして生まれましたけども、現時点では、もう基本的にただ単にウェブサイトを作るために使われている方も多いです。で、どんな思想で生まれたかと言いますと、基本的には、ウェブサイトを簡単に作るためのツールですね。で、どういうことかというと、道具として生まれました。道具です。で、ワードプレスは道具で、その道具の過去を、じゃあ話せばいいのかなと思いまして、一応写真と、伏せて話すので、じゃあ私のトークではワードプレスの起源は写真が発明されたあたりにしようかなと思い、写真の歴史から話してみようかなと思います。この写真ご覧になったことある方いらっしゃいますかね。これフランスの、ニエプスという人が、撮影した写真です。でですね、これ実は最も最初に撮影された写真ということになっています。で、撮影されたのが、
1826年か7年だとされていて、はっきりしてないですけど27年ぐらいですね。1827年です、まあもう100年以上前の話なんですけども、でまあなんでこれがされてるかまず話をしたいんですが、写真ってなかなか定着ということをすることができませんでした、まあ、つまりレンズも開発されたしカメラも開発されたし、感光材つまり光が当たると何かが物が黒くなるということももうすでに発見されていたんですけども、その黒くなった像を何かに定着させる安定した状態で保存するっていうことが全然できませんでした。でそれを定着を成功させたのがこのニエプス、最初に言ったのがニエプスで、ただ彼が撮った写真ってね基本的にこの1枚しか残ってないんですよね。でまあ他のものは多分消えてしまったか、もともとこの人は写真家じゃなかったので、彼は赤飯の仕事をしていて、赤飯に自分で絵を描くのが面倒くさいから自動的にそれをなんかうまく写せないかということを考えてやりました。で後々、まあ、彼はこれ発見されたというような形です。でこう面白いんですけども、結局この写真を誰が発明したかっていう論争がずっと続くんですけども、まあ、今のところ彼ということに今なっています。でなんでかというと、もう結局今写真が見れないと発明したことにはならないということにして、現存している写真で最も古いのがこれで、結局これを作った彼が一応発明したということに今は歴史の書にはそういうふうにことになっています。で面白いんですけど、これまあ現存しています。でオリジナルこれです。これを写真にコピーして、まあ、いわゆるレタッチをしたのがさっきの写真です。でまあ一番古い写真もレタッチされてるっていうのは僕面白いなと思うんですけど、これどうやってレタッチしたんだろうなっていうのがちょっと興味あるんですけど、それはですね資料がないのでちょっとわからないです。でさらにちょっと時間を遡ってみようと思います。これ絵なんですけども、これはね1434年に描かれた、油絵ですね。これどうですかね、皆さん見てどんなふうに思うのかなと思うんですけども、これかなり精密に描かれています。で、実は長い間ちょっと分かんなかったんですけども、これはどうも鏡をキャンバスに反射させてそれをトレースしたものに絵の具を乗せたじゃないかと今はされています。でこれどういうことかというと、つまりプロジェクターで投影しているような形で油絵を描いた、なのですごく精密に描けるということができました。でこれまあデビッド・ホックニーという人が気づいてどんどん分析していくんですけども、まあ、彼の、本というか論文によると、この例えばこの上のシャンデリアみたいなのありますよね。このシャンデリアなんですけども、2つの目であのシャンデリアを描こうとするとああいう風に一眼みたいな描写にはならないそうです。で彼自分で描いてみたんですけど、あれってどう考えてもレンズで見たような描写になってると。で彼はそういうことでいろいろ今そうはっきりしてきました。でこれ結婚したところの描写なんですけども、この当時ヨーロッパでは、結婚するときに誰かを立ち会わないと、結婚したことを認められないというような、ルールがありまして、その立ち会いをしたということをできないかということで面白いんですけども、あの後ろになんか丸いのがあってその上に字が書いてありますけど、あそこになんとその画家のサインが入っていて、私はこれを見たと書いてあるんですね。で面白いんですけども、その下にあるのはなんと鏡です。でこれ彼はっきり言わなかったんですけども、この鏡をもう自分がで彼ここに自分がいるんですよね、絵を描いてて。でこれまあつまりネタバラシをここで彼してるんですけども、はっきりは言ってなかった。で、まあ、なんで当時の画家がこういうで、まあ、レンズを使って描く人も鏡を使って描く人もどんどん現れました。で歴史的に見ていくと、この辺りから急にこんな風に絵が全部どんどん精密な方向になっていきます。で、まあ、これ何かっていうと、つまり写真の起源でもう多分私はここだと思ってます。1400年ぐらいに鏡を使って絵描きたちが絵を描き始めたのが、まあ、起源です。で面白いんですけども、まあこれ本当いくらでも話せるんですけど、例えば彼女胴体今これ長いですよね。これ多分ね鏡が斜めになってどんどん長くなっちゃったと思うんですよね、投影してる時に、というようなことが読み取れます。さて
まあ今の話ですね、次。今の話、まず iPhone、皆さん昨日から予約が開始されました。予約した人はいますでしょうか。私買いました。なんと17万円です。ついに。めちゃくちゃ高いですね。ちなみに私の今日持ってきてる一眼、これも17万円ぐらいなんで、もうほとんど同じような値段になってきました。まあただ画質は非常にいいですね。でまあ iPhone 何がすごいかっていうと、 iPhone、 まあ iPhone だけじゃなくてスマートフォンの出現によってすごい写真撮る人って増えたと思います。でみんながすごく写真を撮って SNS とかにポストしてシェアをしているっていうのは、まあすごい新しい時代で、もう全員が写真を撮る時代がやってきたと思います。それは面白いと思います。さて今さらにグーテンベルグですね、グーテンベルグ、こんな感じの見た目です。ブロックという、まあ、要素を使ってブロックをどんどん積み重ねることによってページができることになっています。でこれちょっとグーテンベルグ面白いんですけど、まあ、私インスタグラムやってまして、こんな感じな写真を毎日のようにアップしてるんですけども、グーテンベルグですね、あの埋め込みという機能がもう、まあ、純正というかプラグインとか使わずに埋め込みの機能ができました。でこういうふうにインスタグラムを埋め込むと、もうパッてページができちゃいます。ってことはまあインスタグラム上げてそのリンクをペッてここに入れると、もうすぐこういうページが生成できるようになります。で面白いんですけども、ここで一つの、まあ、私今もこれ今こういうふうにやって作ってるんですけど、自分のサーバーに写真のデータを上げて従来通りブログを作るべきか、それともインスタグラムに上げたものをコピーでここに貼って作るべきかっていうのが、今どっちがいいのかだんだん分かんなくなってきまして、私基本的にブログ iPhone から書いてるので、もう今基本的には全部、インスタグラムからどんどんこういうふうに写真を使ってます。だからなんかインスタグラムが僕のメディアライブラリみたいに今まあどんどんなってきてる状態です。でそういうふうにする人多いんじゃないかなと思うんですけど、あとはまあ私思うに、さっきの定着の話があったんですけど、インスタグラムに上げといた方が私の写真が5世まで残るんじゃないかと思ってるところもあって、自分のサーバーに上げておくより、私のサーバーは私がお金払わなくなったらもうそれ止まっちゃうんで、なんかその辺もこれから未来としては面白いと思います。さてさらに今の話ですね、Google がですね去年ある、ことを発表しました。それは何かというと、彼らは今コンピューターに画像の良さ、技術的な良さと 美的な良さを判断する、まあ、人工知能ですね、みたいなものですねを今開発しているということを発表しました。でなんとですね、そのソフトはですね、こうやって写真を走らすと点数つけてくれます。でこの左側の点数が実際にコンピューターが叩き出した数字です。こういうふうにランクがもうつけるようになります、 Google さんのソフトだと。で面白いのが、このカッコが人間に実際に採点してもらったのとこれ比べた数字ですね。これまあ論文発表されてて、僕のブログからリンク貼ってあるんです、貼ってあります、英語なんで。だからこういうふうに Google も判断してくれる。それとあと、まあ Adobe さんも Adobe 先生っていうのができました最近。これも面白いもので、もうどんどん人工知能的な要素を取り込んでいって、白黒写真に色をつけたいったらピッと押すとカラーになるとか、まあそういうことをもうどんどんできるようになります。でまあさあ、あと2分、未来の話をしないといけない。さあ未来の話なんですけど、まあどうなるかというと、今写真の世界ではどんどん人工知能的な技術が取り入れられて、例えば、この先日の新しいカメラの、まあ、提案みたいなのがあったんですけど、それはどういうものかというと、カメラに人工知能みたいな機能をつけて、こうやって見てるといい写真にがこのだとカメラが思ったらブルブルって言って教えてくれるとか今シャッターを切りなさいってカメラの方が教えてくれるっていうような機能を発表されてました。まあ、実際つくかどうかわからないですけども、そういうこともこれから起こってきます。で何が起こるかっていうと、まあ、グーテンベルグも結局何を目指しているかというと、簡単に面白くて美しいページができないだろうかというのを、まあ、コミュニティを上げて今挑戦をしているところです。で、まあ、結局どういうことになるかっていうと、 iPhone が出てきたみたいに、 iPhone が出てくるとたくさん写真を撮ってどんどんシェアする人が増えた。でグーテンベルグも簡単にブログを作れる、簡単にウェブサイトを作れる、簡単に、まあ、いろんなことを発信していけるようになるので、まあ、そういう要素がどんどん高まっていくということですよね。でまあ、未来的には何が起こるかというと、多分ですね、音声認識とか、それから僕はだからプラグインで何か人工知能とつないで何かをできる機能とかってそろそろ誰か作るんじゃないかなと思うんですけども、そうするとメディアライブラにバーンっていっぱい入ってると勝手に写真を選んでくれるとか、プラグインがもう写真自体も入れなくていいとか、あとは、
音声認識もどんどん進んでいくと思うので、もう我々が多分やんなきゃいけないのは iPhone に話しかけるとブログができるっていうところに、まあ、もう行くと思います。で、そうすると、まあ、最終的に iPhone さえ持ってて写真バンバン撮ってると、まあ、勝手にブログができるみたいな時代になっていくと思うんですけども、まあ、そうするとそういう時代になった時に我々は何をするべきなのか、どうしていくべきなのかっていうのが、まあ、今日皆さんに考えてもらえたらなと思います。で、まあ、私の答えとしてはもう iPhone さえあれば写真すっごい綺麗な写真も撮れるし、勝手に、まあ、Adobe 先生みたいなのが綺麗にもしてくれるし、ブログにも AI みたいなものがどんどん入ってくると勝手にいろんなものもやってくれるようになるので、そうするとみんなやっぱりあのワードプレスを使ってどんどん発信していきましょうというのが私の答えです。ということで、お後がよろしいようで、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。この後新谷さんはネットワーキングルームの方に、はい、ネットワーキングルームの方に行ってみようと思います。初めてなんで、ありがとうございます。はい、ではご質問のある方はどうぞそちらの方にお越しください。また新谷さんのブログの方にも今日の内容がアップされているということですので、ぜひブログの方もご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。